俺あのアップルの製品大好きでさ、うん、アップルの製品紹介してくれる人の YouTube 登録して見てんだけど、うん、その人言ってたことがあってね、うん、9月にさ iPhone16 出たじゃん、うん、iPhone ってめちゃくちゃ動画出るわけ、うん、9月に、うん、なんでかっていうと買う人が多くて、買う人が多いってことは動画も回るんだって。うーん、あ、どういうものか見たいから、欲しい人が多いから、うん、その動画 iPhone16 の動画を見る人が多いから、うん、めちゃくちゃ世の中に iPhone16 の動画が出まくるらしいのね、うん、なんだけど MacBook とかもまあまあ人気があるから、うん、再生数伸びるらしいんだけど、うん、デスクトップ型のパソコン、うん、Mac Studio とか、うん、Mac Mini とかってあるんだけど、うん、iMac とか、うん、であんまり売れてないから、うん、ってことはつまり見る人がいなくて、うん、YouTube で動画が出ないんだって、うん、その Mac 系とか Apple 系 YouTuber も出さないんだって、あんまり回んないから。だけど物はめちゃくちゃいいって言ってて、で俺も持ってるからそれ使って編集してるからね、物の良さは分かってんのね、うん、だからそれすげえ分かるなと思って、その良さは分かるんだけどでも回らないから YouTuber が動画を出さないって言ってたのね。だからそれ見てねひらめいたんだよね、うん、ゴルフ理論も回る理論だけあって、うん、いっぱい稼いだ方がいいなと思って、だから小屈お願いします。今日は小屈とシャロースイングはもうあれか、回んないコンテンツになっちゃったから、そうだね、そう、うん、流行ってるやつにして。平井博明のバンナップゴルフ、どうこんばんは。あと何が回んのか分かんないんだけど、うん、そう流行ってる回る理論、あのなんかこう、こうループかきながらこうやってやるのとか、うん、入ってるの、そうそう、こうやってて、こうやってんなとか得意じゃん。え？そうだね、そうだね、うん、そういうのやっていけば伸びるか、うん、稼げる、稼げる、稼げるか、よろしくお願いします。平井博明のバンナップゴルフ。でもね、ゴルフもある、ある、うん、そういうの、まあ変な話、まあ商品の話で言ったら、うん、例えば、あ、これ良さそうだね、あ、じゃあ YouTube でそのレビュー見てみよう、あ、やっぱいいって言って買うんだったら分かるけど、うん、出たから買うっていう、あ、うん、なんかレクサス、ベンツみたいなのと一緒で、うん、出たから買うみたいな、うん、そういう人もいるから、あ、うん、だから別に何だっていいの、うん、出れば買うから。あれでもステルスの時すごかったよね。ステルスの時はやばかった、2年前ぐらい中古もやばかったけどね。あ、そうなんだ、うん、すぐ売ってたから、ダメ、ああ、そうなんだ。ダメっていうか、合わない。で、ステルス2がスピン量を増やして、うん、もうちょっと優しくなりましたっていう。うん、だから、ガチすぎたよね。ああ、ね、そうなんだ。ステルスはね。あれの時、ほんとなんかステルスの動画ばっかだった気がするんだよね、ギアが。いや、フルカーボン的なヘッドが、フェースがカーボンって、もう、ありえない。あ、そうだったんだ。ありえないっていうか、うん、今までなかったからっていう。はい、まあ飛びついたんだろうね。でタイガーも使ったし。そうなんだ。うん、あ、そういうのが一番のあのなんだろう、ヒットした理由かもしれない。うん、だから YouTube だとさ、その物がいいかどうかっていうよりさ、回るかどうかじゃない。うん。YouTuber、まあ僕らも含め、僕らは取り上げないけど別に。ゴルフの、うん、例えばスイング理論レビューとか、うん、道具のレビューってあるでしょ。うん、あれってじゃあ車のレビューとしたら、うん、車って一般車、うん、自家用車みたいなその一般の車乗用車をレースとして使わないでしょ。ああ、はい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 。でもさ、うん、一般道を 4,50,60キロ、うん、高速100キロだったら、うん、まあ目的地にはたどり着けるわけじゃない。そうだ、中古車だって、そうだね、2000万の車だって、うんうん、だけどゴルフって試合に出ればガチになるでしょ、うん、で、プロになればガチになるでしょ、うん、そういうものに対しての人が言ってるレビューと、うんうん、アマチュアが110代の人が言ってるレビューと、うん、同じものをレビューしたって感想は違うに決まってる。ああ、そうね。そう、打ってるショットが違うから。うん、だからそういうのもすごく難しいと思うんだよね。車だってそんな違うものあるのかもしれないけど、うん、俺はそんな詳しくないからね。だけど、そのゴルフクラブって、例えば全員試合に出るレビューなのかプライベートゴルフのレビューなのかに対しての道具のね、うん、あれ評価なのかが、うん、やっぱ全然変わってくる。そうだよね。ああ、変な話、
使わに悪くたって良くたって、うん、どっちか極端なヘッドがあったって、プライベートラウンドだったらそれ逃がして打ちゃいいだけ。うん、だけど、結局それができない人と、試合に行ったらそんなクラブ使いたくないっていうのが出てきたら、感想が変わってくるわけ、うんうん。だから、いいクラブだよって俺が言ったら、俺は左に行かないクラブをいいクラブだっていうわけよ。でも、あの、アマチュアの方は捕まってほしいクラブを欲しがってたら、俺、そのクラブはダメになる。あ、そうだね。うん、だから、そういうのが、ゴルフってめちゃくちゃあるわけよ。そっかそっか、目的によるってことだよね。うん。だから、そう、最初の話、そのアップルの話に戻すと、じゃあ、みんなドロー打ちたいって言って、うん、じゃあ、めちゃくちゃ大事な動画やるよ、ドロー打てるよって言って、こうやって構えるでしょ、うん、で、このボール打つボール、うん。で、このボール、20センチ、25センチくらい後ろに置いてるじゃない、うん、このボールを円かければドローは打てるわけ、こうやって。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 ああ。このボールをこうやって、腕でこうやって円描いて、うん、イメージを作るわけよ。このボールぐる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 ってやって、こうやってやったら簡単にドローが出るわけよ。へえ。でも、それって、俺の感覚だし、どちらかというと今こんなさらって言ってるけど、あんまりこれは、その、そこまでやってほしくない。うんうんうん。すごい自信のネタだから文句言われないように言わないかと。だから、こういうふうにこう、なんか、ドローを打つ、本当の大事なことっていうのは、もっとたくさんあるわけで、それを言ったところで、もちろん反対意見もあるから、言いたくないっていう人なんて絶対いると思うよね。でも、すっごい大事なことなのよ。絶対に打てるネタだから。はぁ。でも、ガチでドロー打てます。なんだこれって反応されたら、多分もう見ないよね、多分ね。うんうんうん、だから、それだったらもう絶対言わないでおこうっていう人も絶対いると思う。うんうんうん、だから、なんか、もっと、なんだろう、そういう大事なネタを華やかに見せればいいんだろうけど、なんかそういう確実なものって意外と花がないし、逆に花があるものって絶対もう飛ぶから。うんうん、続かないし。本質っていつも言うけどシンプルだからね。うん、なんかキャッチーじゃないよね。うん、そう。だから、うん、練習量がこれだけしかやんないのに、こんな球打てたとかがやっぱ伸びるわけじゃん。そういうやつ、そう、わかるわかるわかる。クソありえないことだよ。派手なやつね。あ、うん。嘘っていうやつが、もう嘘だから。嘘だね。できたとしても、うん、まあ賞味期限短いし、うんうん、まあ本物ではないよね。だよね。だから俺それやりたくないんだよね。っていうのは自分で正解って認めてる反応だと思う。ああ。やりたくない。でも分かってんだよ。でも時間はかかるけど確実なものって分かってんだよ。うん、だけどやんない、うん。プロになるわけでもないし、うんうん。でもそれが一番うまくいくんだよね。現実なんだよねって分かってると思うんだよね。うん、でも近道したいじゃん。うん、やっぱ魔法を知りたい。うんだから地味な動画っていうのは絶対伸びない。ね、うん。確実なんだけどね。うんうん、いいものが必ずしも伸びるわけじゃないっていう。そうだね。そうだね。本当そうなんだよね。本人気づいてんだけど認めたくないだけだよ。絶対に。そうだね、うん。レッスンやってても思う、うん。スイングを大幅に変えるときに、今日の方もそうだったんだけど、うん、めちゃくちゃカットに入る。うん、カットに入るから、バックスイング右向くじゃない、うんうん、右向いたままこうやって振ってくださいっていう、うん、でも右向いたままこっち向いたままこの方向に振ってくださいって言っても、うん、このマットに振りたがるこうやっておお。ただ振ってるだけだよねって、うん、違うじゃんって、うんうんうん、でテイクバックもここに上げてくださいって言った、うん、こうやって、うんこうやってあげる。へえ。だから、バックスイングを上げてるだけなの。カット軌道を直そうとしてアウトに上げようとしてないわけ。だから、絶対直んない。無理やり直したけどね。へえ。それで、これをやった。あ、そうなんだ。そう。25センチぐらい手前に置いて、うん、これよりアウトに上げて、これよりインから下ろす。こうやって。これ、ずーってやつ。
で、フルショットしたらカットに入るから、うん、フルショットの時に、こうやって右向いたままこうやって振ってくれっつって。はいはいはい。もうとにかく、もうここを振ってくれっつって。こうやって。うんうんうん。それをね、相当やってんだよ。それぐらいでも、その極端にやって、それでもオンプレーンか、まだカットか。だから、ほんとね、胸がもう右向いた状態で振るのがもうやらない。だから、ほんとね、なんでですかって言ったら、それをやるなって前のレッスンで言われた。で、めちゃくちゃ強いの、振りが。だけど、グリップはめちゃくちゃ緩いの。だから、ドッスンドッスンやるの。うん、もう、こういう状態なの。こういう状態。だからもう、インパクトでクラブが6時を一切刺さないの。もう全部こう。それじゃあもう、飛んでいかないし当たんないし。うん、まずそこから直さなきゃいけない。うん、もう、ま、要は真逆よね、やってんの、うん。真逆をやるっていうのは、その自分がちょっとこう振りたいなっていうのを一切ゼロにしてからじゃないと直らないし。そういう、例えば、こういうスイングが直りますよ。でもこれはすごく時間がかかってって、そのなんかタイトルだったり動画でやったら、うんうん、まあまあ全然面白くない。見ないよね。見ない。うん。すごい時間かかりますけど治りますよっていうサムネ見ないもんね。見ないよね。見ない。秒で完結とかさ。そうだね。そういう方がね。見る見る。え、なになになにってなるの？ 5 年後飛距離伸びますみたいな。見ないよね。見ない。見ない。なんなら一週間でとかの方が伸びる。そう、あ、そうだね。うん、一瞬でとかさ。うん、いや、だから3ヶ月我慢してくださいっていうことはさ、うん、絶対伸びない。とかやんないじゃん。やんない。見ない。でもさ、苦労してる時間3ヶ月以上経ってんのよ、多分ね。ああ、確かに。あ、本当だね。我慢してるや。ああ、そうか。だってもう、俺らが、もう3年、そうだね。やってるでしょ。うん。3年やってたら、もう化け物になるからね。そうだね。うん。だからその、俺らが登録者、なんか、何十人っていう時に見つけてレッスン来てくれてたら、うん、やばいね。いや、そうそうそう。だからその、一人紹介させてもらうと、うん、初期の頃から、大阪のミーティングから全部解禁賞が、うん、M 原さんいるでしょ。ああ。M 原さんなんて、うん、まあ、前ゴルフやってて、うん、で、90代ぐらいまで一回落ちて、うんうん、そっからパープレイ出てるからね。そうだよね。あ、20代。で、ワンナップゴルフ1本。福岡なのにいつも通ってた。ああ。だから、そういう方ももちろんいらっしゃいます。で、そういう方は結果が出てるってこと。だからそれは、結局すっごい人に何言われると我慢して我慢して、ほんとストレス溜めながらやった結果がバーンって爆発したよね。うん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 。それは最初当たるわけないってその方は分かってるから。あ、でも、やり続けるんだっておっしゃってくれて、それで、もうストレス溜めながらやって当たんない当たんない、でもそれをやり続けてくれた結果だから。それはパープレー出ました。うん。すごいと思う。そうだね。うん。もうもちろん他にもいろいろお試しいただいて、うちしか見ないっていう方もやっぱたくさんいらっしゃって。でも、それでももちろん伸びない方もいる。うんうん、でもそれはしょうがない、うん。でも一生懸命やられてるわけだから、時期が無駄なのかもしれないし、それはわかんないから。まあ、そういうこう、我慢強い、辛抱強さっていうのはすごく必要ってことですね、ゴルフは。そっか、じゃあすぐ上手くなるには、ワンナップゴルフに来たらいいってことですね。そうですよ。っていう宣伝の動画でした。もうちょっといい動画だよ。もうちょっといいの。どうせ予約取れないんだから。あ、そうだ、ね。で、文句来るだけだから。そうなんだ、ね。言っときますけど、取れないですよ。だって、オンラインサロンで先行予約してますって言っときながら、オンラインサロンメンバーの方も取れないんだから、それは一般公開取れない。取れない。うん、まで行かない。そう、回んないですよ。その、オンラインサロンの方でいっぱいになっちゃうんで、うん、こちら側からしたらありがたい話なんですけども、開いたら出しますよ、絶対。はい。開いたらですよ。本当、その辺は申し訳ないです。はい。僕、レッスンだけやってるわけじゃないんですよ。で、登録も撮影だけやってるわけじゃないんで、そう、週1回しか登録会ってないんですよ。でも、毎週会ってますけどね。でも、朝から2人ともメインの仕事やって、その後なんで、そうなんですよ。
僕もだから1日1人しかレッスンできないんで、ちょっと枠がもう少ないって感じなんですね。はい、その辺ちょっと分かってください。お願いします。ワンラップゴルフっていうチャンネル YouTube やってますんで、どんどんお試しいただいて、で結果は出るの遅いかもしれないですけど、ほぼ確実だと思いますんで、ちょっと練習場でトライしてみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。